ジョセフ・ウェーバーは、アメリカメリーランド大学カレッジパーク校の、物理学名誉教授である。彼は、メーザーやレーザーの実用開発へと導いた、量子エレクトロニクスの先駆者として知られる。ウェーバーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州パターソンに生まれた。クーパー・ユニオンに入学するものの、生活費の苦面が難しく、海軍兵学校の試験を受け合格した。 海軍兵学校を1940年に卒業、同年海軍将尉に任命され、航空母艦歴ントンに、修む艦、1941年12月5日には、新珠湾攻撃の第三次から、辛くも逃れている。1942年5月8日の、産後海海戦では、日本空母に、多大な損害を与えたが、同時に、歴ントンも日本機動部隊の攻撃を受け被弾。 消火活動に失敗した、歴ントンは、猛火に包まれ、総員退却。この時、彼も危うく逃れている。その後、苦戦艇 SC690 に着任し、大西洋を横断する護衛艦を守り、1943年のシシリー島上陸にも加わっている。第二次世界大戦後は、海軍船舶局電子設計部門の責任者となる。彼は、 アマチュア無線の経験とレーダーへの入れ込みにより、電子対抗手段の研究開発を任せられた。1948年メリーランド大学の電気、工学生教授となる。この時、海軍少佐として除隊している。同年、アメリカカトリック大学の大学院に入学し、アンモニアの超短波反転スペクトルを、キースレードラーと共同研究し、 1951年度大学より物理学の博士号を授与されている。同時期、彼は A と B のアインシュタイン定数が、現在メーザーやレーザーと呼ばれる電磁波増幅器を作れば使えることに気づいた。彼はその考え方を1952年6月、カナダオタワでの無線学会で発表し、現在量子エレクトロニクスと呼ばれている。 最初の公開文献を出版した。彼の努力は、アイヤーの目に留まり、初期のメーザーへと導く考え方の理解の功績で、上級会員となる。メーザーとレーザー装置の実用開発は、チャールズ・タウンズ、ニコライ・バソフ、アレクサンドル・プロホロフ、セオドア・メーマンとアーサー・ショー・ローラによって、成し遂げられている。タウンズ、パソフ、 プロホロフラは1964年に、また小牢ーーは1981年に、それぞれ、ノーベル物理学賞を受賞し、メーマンは1987年、日本国際賞を受賞している。1955から56年にかけ、彼は、グッゲンハイム奨学金を受け、ニュージャージー州プリンストンの高等研究所で、一般相対性理論の研究に没頭した。 重力派の存在があまり受け入れられなかった当時、ウェーバーは本気でその波を検出しようとした最初の一人だった。メリーランド大学では1961年に物理学部の正教授となっている。彼は高校時代のクラスメイトアニタ・ストラウスと結婚し4人の息子を設けている。その結婚は1971年に彼女が亡くなるまで続いた。 その後、天文学者のバージニア・トゥリンブルと再婚している。また、重力波検出機の考案者としても知られ、アメリカ天文学会による天体観測のためのジョセフ・エーバー賞は、彼の名にちなみつけられた。この賞は、天文学の進歩を導いた機器の使用についての、設計、発明、または重要な改良に対して、いかなる国籍であろうとその個人に対して授与される。 また、候補者の市民権や住んでいる国によって制約されることはないなどとしている。ウェーバーバーはウェーバーが考案した強心型重力波検出機の一つで、1968年、ウェーバーは太陽系の属する銀河系のほぼ中心から来る重力波を検出したとフィジカルレビューレターズに発表した。 それから40年余り経った2016年の2月、アメリカの研究チームが重力波を直接検出したとして発表した。過去には、ジョゼフ・テーラーらによる重力研究の新しい可能性を開いた新型連星パルサーの発見がある。これは、連星パルサーがお互いの光転周期が徐々に小さくなっていることの発見であり、これを 重力波でエネルギーが放出され続けたと考えることで、アインシュタインの一般相対性理論が予言する、値と誤差の範囲内で一致することを見出したものである。当時は、これが重力波の存在を裏付ける有力な証拠とされ、テイラーは、1993年、ラッセルハルスと共に、ノーベル物理学賞を受賞している。彼は、また、 他の天文学者が超新星 SN1987A の爆発を観測したのと同時刻に重力波を検出したと発表した。彼の実験に対して元の重力波の強度では彼の考案した装置による測定は不可能だとして多くの物理学者は関心を示さないが二次的な検出だと仮定すれば1万倍程度に増幅した。 重力波を検出した可能性も否定できないとする研究チームもある。アルゴンヌ国立研究所直径約9 0センチメートル長さ約1 5メートル重さ3.5トンのアルミニウム製の円柱を鋼鉄製のロープで吊るし、円柱の中央部に圧電機の検出器を据え置く。圧電機とは水晶などの結晶体が圧縮あるいは引き伸ばされる。 時に発生する弱い電圧のことであり、円柱の直径と長さによって決まる強振周波数をその電圧値により測定できるとしている。彼は地球の雷、地震その他の拡乱要因の影響を排除するため同じ装置を2つ作り、これをワシントン郊外にあるメリーランド大学にもう一つを約1 0 0 0トル離れたシカゴの近くにある アルゴンヌ国立研究所に設置し、これらを電話線で繋いだ。その後も同様な研究を円盤と円筒を組み合わせたアンテナで続け、その大きさは直径約1メートル、長さ約2メートルと言われている。また、圧電機の検出機をバー用部に多数個取り付けている。ウェーバーは円柱を振動、地域的な地震。 雷などによる格乱から絶縁させるために非常な苦労をした。重力波とされないノイズとして唯一問題となったのはアルミニウム原子の不規則な熱運動であった。この熱運動のせいで円柱の長さは横直径よりも小さい10から16メートル単位の誤差を生ずるが見込まれる重力波の信号はあまり大きくない。重力波が通過したという証拠に ウェーバーは、バックグラウンドノイズを示す、ある、四季位置を超える、小さく短い揺らぎをデータに探した。しかし、彼はこの、四季位置を矛盾なく、正確には定義しなかった。ウェーバーの検出証拠は、同一0.5秒間に2つ以上のバーに、現れるこれら蒸気のバックグラウンド信号を観測する、ことに立脚している。2つのメリーランドバーのいくつかの一致する現象を、 観察した後、その円柱の一つを、そこから約 1000km 離れたシカゴ近くのアルゴンヌ、国立研究所に運んだ。1969年、彼は、PRL へ81日間に2つの場所で、約2ダースの一致する検出があったと報告した。彼はいくつかの信号は、非常に大きく、たまたま一致する確率は、100年。 または千年に一度あるかないかと試算した。このことを重力波の良き証拠と彼は述べている。次の年7ヶ月間に311の一致する検出があり、さらに銀河の中心を指す方向に集中していると公表した。ウェーバーが実験で用いた円柱では、振動数約1 0 0 0ルツの重力波に共鳴するため、もしそうだとしたならば、 重力波の源となり得るものは、核反応を起こしている星や、重力凝縮を起こしつつある星の中の原子核の、集団運動と考えられる。世界中の他の研究者らも同様なウェーバーバーを作ったが、重力波は検出されなかった。このために、重力波は存在しないと、結論つけるのは誤りである。ありがとうございます。